んこんにちは、モンローの三谷です。今日は私が冷え性改善のために行ったことをお話ししたいと思います。まあ、冷え性といったらイコール健康に悪いとか、なんとなく肌に悪いなって感じられている方多いと思うんですけれども、モンローのお客様的に言うと、毛穴トラブルであったり薄毛トラブルもですね、せっかくエステでケアをしても改善していくスピードが冷え性の人とそうでない人とでは全然違ったりします。まあ、なんだったら薄毛なんか特に冷え性が原因でもたらされているケースっていうのもあるんですね。具体的に言うと、毛穴の詰まりっていうのも 70% 以上は自らが排出している皮脂が原因なんですよ。でもこの皮脂っていうのはもともとは液体でサラサラとしたものなんですけれども、お肌の温度が低い人、触って冷たいなっていう人はやっぱりこの皮脂も固まりやすいんですね。固まることで毛穴に詰まってしまい、表面が空気に触れて酸化して黒くなっていくんですね。ニキビも同じで、何度も言うように毛穴の奥には毛細血管がつながっています。で、その毛細血管の中を流れている血液が酸素と栄養を運んで、お肌をこう若々しく健康にキープしてくれるんですけれども、一度できてしまったニキビもですね、やっぱり血行が悪くて酸素と栄養不足のお肌の状態だったら治りが非常に遅いです。で、やっぱりニキビは治りが遅ければ遅いほど傷ついてしまいやすいですし、後にもなってしまうんですね。なんで血行不良であるイコール、まあ冷え性であることっていうのは何の得にもならないんです。髪の毛も同じなんですね。この髪の毛も毛穴の奥底の毛根から生えてきます。で、この毛根は毛細血管とつながっているので、やっぱり血行不良の人、冷え性の人っていうのはどんどんと生えてくる髪の毛が薄く細くなってきたりするんですね。で、最悪生えてこないっていうケースがあります。モンローの薄毛トリートメントに来ていただいているお客様もですね、やっぱり見てみると、この末端冷え性の方っていうのはここがすごく触ると冷たいし、こう血行不足なので、血流不足なので硬いんですね。こう動いてくれないんです。で、冷え性ですかって聞いたら、冷え性ですっていうふうに言われるんですね。で、そのような頭皮の状態ではやっぱりね、せっかくエステをしても時間がかかってしまうっていうケースがあるんですね。なので、冷え性っていうのはもう根本的な問題を解消するために必ず克服しないといけない壁なんですね。なんで、特にこれからの季節、寒くなって症状が悪化しがちなので、ぜひとも冷え性の方はですね、最後まで見ていただいて参考にしていただければなと思います。それではやっていきましょうか。まず一つ目に、私は完全にコーヒーをやめました。もう本当に今までは朝起きていっぱい飲んで、職場に来ていっぱい飲んで、お昼ご飯終わったらいっぱい飲んでて3杯ぐらい飲んでいたんですけれども、それを完全にゼロ杯にしました。まあ、コーヒーはいい面もあると思うんですけれども、体温を上げたいなって思っている時にはプラスに働かないかなっていうふうに思っています。で、その代わりに私はこれを飲んでいますね。ジンジャーブレンド、生活の木で、まあ、これは私楽天で買っているんですけれども、これを飲んでいます。まあ、これを飲むきっかけになったのが、お客様で東洋医学にすごい詳しい方が、先生がまあおられるんですけれども、まあ、やっぱり生姜がすごくプラスに働くし飲んだらいいよっていうふうに勧められて、まあ、これを買ったんですけれども、本当に効果があるので、ぜひともやっていただきたいと思いますね。で、この生姜のね、紅茶っていうのはいいんですけれども、夜は飲むなっていうふうに言ってます。やっぱり体温をすごく上げるので、寝ている時に汗がかけやすくなって、まあ、逆に体温を下げてしまうので、飲むんだったら朝と昼、夕方までにしてくださいっていうふうに、まあ、東洋医学の先生的には、まあ、おっしゃられたので、そのようにしていますね。で、あの生姜って、まあ、やっぱり今まで生姜紅茶とか飲んだことない人からしたら味がすごいきついんですよ。で、まあ、ちょっと苦手だなって思う人は蜂蜜を入れて飲まれるとすごくいいと思います。蜂蜜を入れることで、まあ、生姜茶だけ飲んでしまうとちょっと辛いし乾燥しがちなんですけれども、蜂蜜を足すことで潤いが足されるので、これもまたおすすめの方法ですね。2つ目が、生野菜サラダを完全にやめました。朝も晩も生野菜を摂っていたんですけれども、まあ、生野菜サラダの代表例ってレタスとかトマトとかキュウリだと思うんですけれども、こういう、まあ、夏野菜ですね。夏野菜っていうのは体温が高くなっている状態で食べることで、こう体温を落としてくれる効果があるんですね。なんで、まあ、やっぱり体温を上げたいなって思う時には生野菜サラダはやっぱりプラスには働かないので、完全に今のところやめています。その代わりに冬場に採れる野菜、白菜であったり、まあ、根菜類を鍋にして食べたりとか煮たりして食べるようにしています。かなり効果があるので、ぜひともやっていただきたいと思いますね。
コーヒーも全く同じ考えなんですけれども、やっぱり暖かい土地で取れるものなので飲むことによって体温を下げる効果があるんです。なのでこれをぜひとも意識していただきたいなって思います。ちなみに余談なんですけれども、ヨーグルトも同じなんですね。まあ、乳製品ですよね。乳製品を完全に控えているんですけれども、まあ、乳製品も若干体温を下げる効果があるので、冷え性の人は一度やめてみるっていうのもいいと思いますね。で、3つ目が前回の動画でもお伝えした頭皮マッサージですね。入浴中のこの頭皮マッサージです。皆さんされてますでしょうか。これをするともうびっくりするぐらい汗が滝のように流れますね。もうお風呂終わって体を拭いてる時も汗がいつまでももう止まらないからずっと拭きっぱなしっていうような状態になります。それぐらい末端に血行を集めることで体温が上がるっていうのはもう本当にもう証明されているので、ぜひともやっていただきたいですね。これをすると本当に体温も上がります。これはもう本当にやっていただきたいんですけれども、あともう一つですね、入浴時に足をこうふくらはぎですね、ふくらはぎをぜひとも揉んでください。こうギュー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 と、ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれていて、こう揉むことでこう血行も良くなってすごく冷え性には効果があります。なのでぜひともやっていただきたいですね。で、本当はねストレッチをするとか適度な運動をするっていうのを勧めたいんですけれども、やっぱりそれってなかなか続けられる人っていないんですよ。まあ2日に1回とかでもなかなかやっぱり難しいかなって思うので、運動するってなるとねやっぱりちょっとめんどくさいので、その代わりにふくらはぎをちょっと揉んでみてください。全然違うので、これはストレッチしたのと同じぐらい効果があります。血行が良くなるんで、入浴中はこう足を揉む、そしてシャンプーをするときはこれをする、これをやってみてください。もう本当にもう終わった後は滝汗でもう体がポカポカしますね。いかがでしたでしょうか。冷え性っていうのはもう本当に私たち女性にとって何の得にもならないで、もうむしろ敵なんですね。で、しかも日本人の女性2人に1人は冷え性で悩んでいるっていうふうに言われているんですよ。まあ、おそらくこの動画を見ていただいている方もほとんどの方が冷え性で悩まれていると思うので、ぜひ今日から取り入れられることばっかりなので一つでも入れていただけたらなって思います。で、一番のおすすめはやっぱりこれを日常的に飲むことと、入浴時の頭皮マッサージと足もみですね。これはもう全然もう全然すぐにこう変わったなっていう実感が得られたんですよ。おそらく誰でも同じように得られると思うので、ぜひとも参考にしていただければなと思います。それではですね、本日の動画良かったなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。しかももうすぐまだまだなんですけれども、もしかしたら1万人狙えるかなって思っているので、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。